はい、というわけで本日は5分で動物でクラゲを描きました。ちょっとふんわり感が出せたんじゃないかなと思います。こんな感じでねクラゲを描いていったんですけれども、まあ反省点としましてはここら辺の撮り方かな。ここもちょっと低めにした方がまあ違和感が減ったんじゃないかなと思うのと、模様をもうちょっと描き込めたのかなっていうところと、ここら辺のこのなんていうんだこの尻尾じゃないけど、ここら辺この揺らめき感とかもできたんじゃないかなと思います。でもまあ全体的にこう泳いでるふんわり感は伝わってくるのかなっていうふうには思いました。皆さんも今日5分で動物何か描いてみてください。それではまた明日お会いしましょう。またね。